全国都市緑化フェアの開幕まで、あと8日です。仙台市は初日の26日に開幕を祝うセレモニーを行い、54日間のフェアが始まります。また、期間中は地下鉄と市営バスが増便されます。第40回全国都市緑化仙台フェアは、今月26日に開幕します。青葉山公園及橋地区の仙台緑災館をメイン会場に、 森の都の花や緑を楽しんでもらおうと、市内各会場と連携して各種イベントを実施します。初日には、仙台緑災館前で関係者を招待したウェルカムセレモニーを、仙台国際センターでは開会式を実施します。 森の都として知られていますけれどもあの大変美しい季節を迎えていますがそればかりでなくさまざまな形で,です、ね、お花をあの展示していただくなどあの会場をいろんなところで彩ってていいいただいています仙台市はガイドブック案内マップを作成し今日から本庁舎や区役所などで配布を始めたほかホームページでも詳しく案内しています。 また、市では会場周辺に駐車場がないため、公共交通機関の利用を呼びかけています。期間中は地下鉄東西線と市営バスを増便して対応するということです。